そして第1クォーターも残り5秒切った。これも坂井遠いところからあーっと決まりました。最後坂井もスキー決めてきました。高畑狙うか、狙ったスリーポイント決まりました。坂井陽平坂井のレイアップよく決めた。坂井陽平トップ位から小沢、坂井が受けて中切り込んでいく、斜めから正面切り裂いての決まりました。バスケットカウント、斜めから切り裂いてシュートを決めていきました。スリーだ、決まりました。抜いてきます、ロングパス、そして坂井スリー来ました。抜いていった89番坂井、オフェンスのパターンを変えてきましたよね、はいはい、4番の高畑から坂井のスリーポイント。今日は坂井がこのようにシュートを打つ場面が多いです。エリスはキックアウトを選んでスリーを打った。89番の坂井、途中出場の坂井が切り込んだ。まず坂井の今節初得点です。小沢から外へ、坂井のスリーポイント。スリーを打ったのは89番の坂井だ。その次のスコアが欲しい愛媛、ステファンがパス回しが続く。坂井が中に入っていこうとするが、ここは外のシュート決まりました。スリーポイントシュート、さらに会場が盛り上がった印象です。坂井自分で切り込んでいった、ハートとバロンの間切り裂いていきました。吉彦パス、速いパス回し、レイアップでキックアウト、速い攻撃からバンクショット、坂井陽平です。吉彦から坂井スリーポイント、ライアン・ステファン、坂田速いパス回し、坂井決めました。今がファールが少なかったのがどういうことなのか理解できないという言い方をしていました。坂井からもう一度スリー、おリードを広げます。初めての形でスパイクス、尾崎エリス、スリーポイントを狙ってきました。坂井陽平です。坂井が取ります。自分で行きました、フローター気味、バンクを狙って決めてきます。その役を担います。ただ昨日はそこがあまりうまくいきませんでした。坂井のスリーポイントが決まりました。かわしていくスピンムーブ、そしてノーマークのステファン決めました、スリーポイントです。オーバーヘッドパス、坂田渡して都市の吉彦、キックアウトパス、都市の吉彦のスリーポイントシュート、決まった。小沢がパス回しから中にいるステファン、シュート。鈴木のチェック、これうまく坂井がフォローして、最後はライアン・ステファン優しくリングを通しました。吉彦から坂井、ライアン・ステファン、アリウープ気味に決めてきました。坂井陽平スクリーン使ってピックアンドロール、外からスリーを狙う、決まりました。その坂井のディフェンス、あ取りました。坂井、そして坂田が並走、その坂田いいプレーが続きます。プレーオフの上位2チームのみがB1 昇格、降格はありません。
最初はユージンフェルプスからです。